こんにちは。まだお正月気分が抜けない私ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今日も結城聡のこれが世界の新感覚でお楽しみください。結城さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今月はトッププロの愛用布石をご紹介していますが、はい、結城九段は愛用している布石はありますか。以前若い頃はね、僕は好きな加藤正夫先生の影響で、はい、高い中国流が得意だったね。この間低い中国流もちらっと言いましたが、はい、高い方の中国流ですね、はいはい、それですごい攻めを、ね、主体にした作戦で、はいはい、今でもそれを愛用されてるんですか。今ではちょっとね使ってないんですけど、でも名古屋の羽根康政九段はもうずっと以前から今に至るまで、はい、ずっと使い続けておられますけど、やはりその布石をずっと長く使い続けていくことで、はい、いろんな布石の発見とかも、そうですね。その加藤正夫先生はそういうタイプでしたね、はい、でもそうして一つの布石をいろいろ研究していくことによって、また今のみたいな新しい布石がどんどん生まれてくるんですね。今日の講座の内容も楽しみです。それでは早速講座に参りましょう。今月のテーマは世界を制した布石、そして今週はラの桂馬滑りというテーマでお送りします。結城九段、よろしくお願いします。ラの桂馬滑り、はい、ラというのは中国の螺旋閣段、本当に世界戦でも優勝されているようなお強い方ですが、桂馬滑りというのはちょっと聞き慣れない。そうですね、その今までは打ってはいけないという場面で、そのね、落段がそれを打って見事イーチャンホーダ九段を下して優勝しちゃったんですね。はい、で一体どんな桂馬滑りでしょうか、教えていただけますか。黒の立場での布石ですね。この形はね、以前も講座でやったと思うんですが、たくさん見ました。はい、ここでもしそう受けますと、ここへ打つのがミニ中国流でね、はい、これもおすすめでしたね、はい、そこで白がね、これを嫌うケースも結構多くて、はい、そこでこう一間バサミね打つんですけど、これは以前からある手なんですが、以前の感覚ですと、この低くいっぱいに挟んでいくと、こうやって手を抜けないというのが常識だったんですね。なんか攻められてますから、黒何か対処しなければいけない、一例としてこう三三に入りまして、よくある一間バサミの、これ白はこちらの係に回るとね、はい、これは一時よく流行ったんですが、これは白の注文でして、そこでそれがいつ頃からか、これね、手を抜くという、手を抜いてもいいということに、手を抜いても構わない、はい、という、はい、そこでこのね、締まりを先に打ってしまうという、はい、先週はこちらの高いでしたが、今回この低い方なんですね。はい、これでね、こう手を抜いたので白はね、こういうふうに咎めに引きたくなるんですが、これよろしいんですか、黒なんだか寂しいですね。もう一手打たれると白後傾なので、黒はここでこう割り込む、例えばこう伸びていくのはいかがですか。伸びるのはちょっとね、これ生きるんですけど、ちょっと無事に収まりそうですが、失礼しました。これは筋よくこうですか。これはね、生きるんですけど、ちょっとこう序盤早々ですね、白の厚みが勝ることが多くて、ちょっと黒が辛いですね。そうですね、壁は立派ですね、そこででは伸びではない他の手、主張がね、黒がいい時にこう割り込むんです。主張というのはこう来て、はい、こう打った時にここに抱える主張ですね、はいはい、この場合黒がいるので、もちろん黒よしです。でもこの割り込みがいい手になる、そこで白は上から押さえて引くんですが、これも押さえていく形ですね、これはこうなる形はよく見かけますが、これは以前からあるんですが、この形の評価が以前はちょっと序盤では黒が辛いとされてたんですが、最近ではむしろ白の方が辛いというなってるんですね。そうなんです、一応白壁できてますけども、壁なんですが、もしこういうふうに受け継いだりするとこの辺割り打って、これはちょっとね、厚みが消える感じですし、はい、ではこれで何か頑張って、どこか他を打ちますと声につけるのが一つの狙いで、傷口ありますか、片方継ぎます、こういうふうに切るぞ切るぞと脅かして、またここに切られてしまう、大変なので白をつなぐ、で開けばね、
これをこう割った上にね、この白の一団がまだ攻められるかもしれない。そうです、まだ目が見当たらないですね。はい、でもこのねツケとかもちろん場合によっては切り打ってもありますし、はい、これがあんまり厚くないという判断になりまして、昔は白いいとされてましたが、はい、今はむしろ黒持ちたい。そうですね、はい、このね何もない局面でね、はい、それだけ表が変わってきてるんですね。はい、そこでではちょっと割り込まれたら白困る、はい、先ほどだったこの下切りでね、主張が悪いんですけど、ここ下を切ったのが、はい、イーチャンホン九段が、あ、韓国のスーパースター、はいはい、これまあ粒の主張ですからこういうふうに打ったんですね。あ、なんかもうどれも頑張ってしまうという手ですね。はい、ね、これ跳ねるんです。これね、まあ、これが頑張った手で。はい。これはやはり切りがありますね。はい、黒つなぎですか。で、こうやってね、両方頑張ってしまうということなんですが、はい、まあ、ここで黒は跳ねるのと切るのと両方ありまして、まあ、一例としては切って。これは伸びですか。はい、まあ、こういう形がね、これは世界で流行りましたね。まあ、こうとかね、こうとかするんですけどね。はい、多分これは、まあ最近まあ、よく打たれたんですが、やや白がちょっと辛いかなという評価になりまして、やはり頑張る形もちょっと少し、はい、あの無理をしているような形ですから ね、そこでやっぱり白はやはりこう主張が悪いとかちょっとつけづらいということで、はい、まあ、最近でこういうふうに小ゲイマに受けることが多くなりましたね。本当にここにつけるのがちょっとあまり良くないというのは、はい、びっくりですね。そこでこの、まあ、実践例を、はい、まあ、紹介したいと思います。はい、はい、この布石を愛用している黒のラ・センカ九段ですね。はい、これはあの世界戦の決勝3番勝負、はい、第3局、あ、もうこれで世界タイトルが決まる。はいはいはい、そこで、まあ、先ほどの形から少し進みまして、まあ、ここで黒番なんですが、やはりイークランもこちらに打たれたんですね。はい、これでね、まあ、他の大場を打つのはもちろんあるんですが、まあ、ここ左下を動く場合どうするかということなんですが、はい、普通ですか、あの常識的には。そうですね、これを動き出すならば、うん、まあ、例えば、そうですね、しのぐならばツケ、はい、そう、これがねあの形で、はいはい、これはもうプロでもよく打たれている形で、白はこう打ってこう打った時に、これは切りですか。ね、はい、渡るのは下がられて、これいっぱいいるのがねちょうどいいところにいまして、ちょっと、まあ、離れてるとね、まあ、押し出してだいぶ違うんですけど、ここいっぱいいるときはだいたいこうこっち打つ切ると覚えておいた方がいいです。これはあの助けずにこちらの白を取ってしまうんですね。はいはい、白は3目にして捨てて、はい、そうですね、まあ、これは打たないのもあるんですが、まあ、一応打ったとして、はい、これがね、まあ、よく見かける形で、はいはい、これで黒を特に不満もなく、はい、まあ、これはね互角の定石なんですが、はい、ところが、まあ、ラクさんはあの平凡な図を選ばず、ここで今日のテーマの桂馬滑りが出てくるんですね。はい、まあ、そのままね、これこう、あ、これなんかあの、はい、本来これがない時によく打たれる、ね、ない時にこれね打って、で、まあ、受ければねこう開く余地がねある時に滑ると、大体そういうふうに教わるんですけどね。はい、はい、しかし落胆はなぜここにいる状態で、これね昔からここにいる時はここへ打たれて、要するにこう開かなかったわけですから、これを挟まれるともうこれはもう悪いと、打ってはいけませんよという手だったんですね。はい、はい、私もこれ打って怒られたことがあります。はい、ところが落胆は実は第一局でもね形はちょっと語形は違うんですが、この手を打って、はい、まあ、その後ではまあこういうふうに打ったんですけど、あの解消したね、それで、はい、この手を研究されてたんですね。はい、これこの第三局でもちょっと形は違いますけど、この手を使いまして、はいはい、そこでなあの、まあ、この場合ねこう打てば今度は飛びではなくて、まあ、こう打つ手もあって、はい、これは、まあ、一応皆さん覚えてほしい。あ、では桂馬滑ってこういう形ですね。はい、これで白はやはりこれが置いてけぼりなので、まあ、開けば普通です。開けぐらい、そこでこれが楽しみ、もう気持ちのいい引き出しで、はい、はい、これで、ね、黒もね、まあ、眼形を得て、まあ生きて、大体生きてますので、これが今日のおすすめでしょうか。はい、これが本日のおすすめになります。はい、この係に対して手抜きをしてこちらに打って、はい、白の桂馬に対して滑ってコスミつけていくのがちょっと使ってみたい筋ですね。はい、あ、では落胆もやはりこういうのを狙ってらっしゃった。はい、そうですね。ただ
井九段もやはりその思惑は分かっていた。三番勝負でこの数日前にこの手を打たれてこう受けて負かされているので、まあ、その影響もあったのか白はなんか受けなかったんですね。どう打たれたんでしょうか。こう打ったんですよね。これは遮られたいなのでこうですね、はい、なんかこういう定石なんか見たことないですか。なんか目を上に上げるとなんか似た形が同じ形でこう出てきます、はい、と大きな違いは黒はすでにその時はここにいました。あ、はい、そうですね、ここにあった形ですね。これはあの昔からの定石なんですが、はい、これがない時はね珍しいんですよ。あ、これはどうなんでしょう、はい、白としてはあまりあってはいけない。そう、なぜかと言いますと、まあ、実際にこうなって、はい、こうやってこれつけるのがいいかって今度こうじゃなくてこうなんですよ。当たり、いっぱい、要するに、はい、まあ、この当たりが効いてると思えば当然ここではなくてこういきますからね。そうですね、はい、で結局こうなって、はい、手順は違うともこういう形になりました。黒では三々よりかは働いた形に、ね、従いまして、これはもう一応黒部分的に、ね、不満のない形で、またまあイーチャン北段としてもこの子はこっちの左辺の、ね、模様で勝負ということで、はい、ということなんでしょうが、ただはい、らすごいですね、お互いがお互いの思惑を外していってらっしゃるんですね、はい、ただこの間がない状態、この手は、ね、まさに筋の悪い典型的な手なんで、これはちょっと真似してほしくない。真似、はい、できればやはり先ほどのおすすめ図のようなこういう形を選んで、でこのコスミ付きがちょっとポイントで、そうですね、なぜか当たりを利かすんですね、はい、これが今日覚えていただきたい形、はい、今ね、今日そのラーセン九段はこの常識外れの滑りでイーチャン北段を倒して世界のタイトルを手に入れました。ね、本当にこれは洛段が得意とされている布石ですが、他の準決勝の碁でも同じ形が出たとお聞きしました。ね、はい、またその碁がすごかったみたいですね。はい、ぜひそちらもご紹介いただきたいと思います。では、はい、はい、これが準決勝の碁となります。はい、3番勝負の3局目ですね。はい、相手は韓国のチチョルファン北段。ではこちらに勝った方が決勝に進めるという大事な大一番ですけども、はい、これもうね、こう激戦の跡がなんかありますが、パッと見てよくわからない形なんですが、はいはい、まあ、現在の状況を説明しますと、まずそうです、ね、この黒が、こう一眼しかないですね。あ、このこれは欠け目だから、はい、はい、対しましてこの白も一眼しかありません。あ、はい、そうですね、お互いの白どこにもつながってないんですね。はいはい、従いましてこの黒対この白の攻め合いで、まあ、大体こんだけ大きい石だとこの攻め合いに勝った方が碁も勝ちとしたものなんです。はい、先ほど黒の石数だと27個ありました。はい、ちょっと大変な黒石の数ですが、はい、ここでまあ、白がここだけ見ますとね、白はまあ普通に考えるとここへダメを詰めます。はい、白が楽なんですが、はい、普通に考えるとこう打つ、はい、黒はで黒はまあこう取りますかね。あ、なんか後半ありすぎて分からなくなってしまいますが、当たりだからここへ取る行って、でこの黒もこれ当たりだからこう取る行って、はい、白もコウ立てはまあない、普通ないから取り返せないからこう打って、で黒もここと、というような感じでこう延々と繰り返して止まらなくなって、これは無勝、三コウ無勝負という形で、そうです、見事です、三つコウがありますね。はい、でだからね、これは控え室にいる誰もがもうこれ無勝負ということで打ち直しだなと思ったのですが、はい、ただ洛段が、はい、こういう形、この、はい、この形ですね。はい、なんとここへ打たずに違う手を打ったね、こう打ったんですね。あ、わざわざこう繋いだんですか。はい、こう打ったの部分的に見るとこれ大躍進なんですよ。これは、どういう形になるんですか。こう打ってこう打って、今度は黒はここへ継ぎまして、白はこれ、はい、取る形でしたが、これ白は一回こう手がかかります。はい、でこう取り返すと、これ普通に考えるとこれ点火と、もうコウ、うん、そうです、こんな大きなコウですからね。はい、これ 20何しかかかりますから、ところが、まあ、ラクダンここへこう立てでした。はい、これはもうチクダンは喜んで取りますよね。23子ですか。はい、ここはこう取って、まあ、これね、こう取っても、まあ、こう打ってこの石段生きてるんですよね。はい、しかしなんとこの形でその螺旋角段は白が勝ちを読み切ったんですね。あ、この手を打つ時にわざわざ無勝負の手を捨てて、はい、この23子を捨ててこの振り返り勝てると。あ、でもこれ地を数えるのも大変ですけども、はい、やはり早見の方なんですね。そうですね、はい、もう300手を超える碁でも1時間半ぐらいしか使わないという、はい、もう世界でもトップクラスの早打ちの方。はい、まあ、これちょっとだけ戻しますと、はい、まあ、攻め合いをやってる最中に、はい、突然ここへ出まして、はい、でまあ、何黒はこう受けたんですが、チクダンはそう受けました。はい、これが実は敗着になって、まあ、ここへ打ってれば今度はコウ立てが小さいからこれも勝負
仕方なかったんですが、はい、こう打ったもんですか、こういうふうに細工をして、あ、もう、はい、ラクダを読み切ってらっしゃったんですね。部分的にはこれ損なんですが、ここまで打ってから今のコウを仕掛けて、要するにこのコウ立ての価値を高めたんですね。はい、はい、でもこれで見事に勝ちを読み切るというのは本当にすごいですね。すごいですね。はい、皆さんもあのラクダが愛用されているかかって単にあの しまって、そしてこの桂馬滑り、ぜひ皆さんも使ってみてください。九段ありがとうございました。はい、なお今日の講座の内容は囲碁講座テキスト1月号に詳しく載っています。ぜひそちらもご覧ください。続いて詰碁のコーナーです。今週の出題です。黒線白紙一手だけ、5分で初段の問題です。結城九段ヒントをお願いします。はい、コート席に注意して中手で白を取ってください。回答の締め切りは1月16日水曜日、正解発表は1月27日のこの時間に行います。回答の送り先は郵便番号 150-8001 NHK 囲碁の時間係まで、たくさんのご応募お待ちしております。続いて前々回の回答です。12月23日出題、黒線白紙一手だけ、5分で初段の問題でした。はい、これは実はもう僕の実践で現れた形でなんですが、まあ、まず正解から言いますと、こう F の2とじっと出る手がいい手ですね。白の地を狭めていこうとしてるんですね。はい、で白がこう来た時にここでこう急所に行きます。で白は受けるぐらいですから、こう打ちますとこれは白ここに入れませんので、ね、一眼のシーンですね。読んで5の方に目を持つとどうなるんですか。はい、読んでこう打つと、まあ、これはこっち切ってもいいしこっち切ってもいいし、はい、そこで真っ白2で目を持つのはやはりじっとこう出れば、これでここは欠け目なのでやはりシーンですね。はい、ところが実戦は僕はここへつけてしまった、これで簡単に死にだと即断したんですね。これも筋良さそうなので、はい、これもし白を受けてもらえばここで死になんですが、なんとここへ来られまして、これでここへ打つのはこれが効いて生きてしまいますので、取りと目つき目を取るのは見合いですね。はい、でこう出たんですが、ここへこう頑張られてこうなって、こうなった時これがちょうどいいとこにいてこうになってしまったんですね。だから死んでるところはこうにあったんで、僕は失敗して間違えてしまったわけですよ。はい、はい、ということでこれ、ね、ちょっと落ち着いて、ね、考えればね分かったんですけど、やっぱ即断はいけませんね。これで落ち着いて冷静にこう F の2と打つのが正解でした。詰め碁の神様のような結城九段でも間違えてしまうことがあるんですね。今日の講座の内容も実際に使えそうな形ばかりでしたが、次回はどんな内容でしょうか。はい、チェの一見高バサミということで、韓国のチェスロハン九段が、まあ、イーチャンホ九段からタイトルを奪った布石を紹介したいと思います。一見高バサミ、それもよく打たれる形でしょうか。そうです、以前からあったんですがね、このまあ序盤早々に打つというところはね、はい、はい、チェク段の棋風の、はい、皆様そしてトッププロの愛用している布石を使ってどんどん普段の皆様の碁でも勝っていただきたいですね。はい、はい、次回は皆様どうぞお楽しみに。さようなら。白はまあ普通に考えるとここへダメを詰めます。はい、白がラクダンですが、はい、普通に考えるとこう打つ、はい、黒はで黒はまあこう取りますかね。あ、なんか後半ありすぎて分からなくなってしまいますが、はい、当たりだからここへ取る行って、でこの黒もこれ当たりだからこう取る行って、はい、白もこう立てはまあない、普通ないから取り返せないからこう打ってで黒もここを取るというような感じでこう延々と繰り返して止まらなくなって、うん、これ無勝、参考無勝負という形です。そうです、見事です。3つコウがありますね。はい、でだからね、これは控え室にいる誰もが
もうこれ無勝負ということで打ち直しだなと思ったのですが、はい、ただラックダンが、はい、こういう形、この、はい、この形ですね、はい、なんとここへ打たずに違う手を打ったね、こう打ったんですね。あ、わざわざこう繋いだんですか、はいはい、こう打ったの部分的に見るとこれ大躍進なんですよ。これはどういう形になるんですか。こう打ってこう打って今度は黒はここへ継ぎまして、で白はこれ、はい、取る形下がこれ白は一回こう手がかかります、はい、でこう取り返すとこれ普通に考えるとこれ点下降、もうコウ、うん、そうです、こんな大きなコウですからね、はい、これ二十、ね、何しかかかりますから。ところが、まあ、ラクダンここへこう立てでした。はい、これはもうチェクダンは喜んで取りますよね。23子ですか、はい、ここはこう取って、まあ、これねこう取っても、まあ、こう打ってこの石段は生きてるんですよね、はい、しかしなんとこの形でその螺旋学段は白は勝ちを読み切ったんですね。あ、この手を打つときにわざわざ無勝負の手を捨てて、はいはい、この23子を捨ててこの振り返り勝てると。あ、でもこれ地を数えるのも大変ですけども、はい、やはり早めの方なんですね。そうですね、はい、もう300手を超える碁でも1時間半ぐらいしか使わないという、はい、もう世界でもトップクラスの早打ちの方、はい、まあ、これちょっとだけ戻しますと、はい、まあ、攻め合いをやってる最中に、はい、突然ここへ出まして、はい、でまあ、何黒はこう受けたんですがチェクダウンそう受けました、はい、これが実は敗着になって、まあ、ここへ打ってれば今度はここ立てが小さいからこれも勝負は仕方なかったんですが、はい、こう打ったもんですか、こういうふうに細工をして、あ、もう、はい、ラクダを読み切ってらっしゃったんですね。部分的にはこれ損なんですが、ここまで打ってから今のコウを仕掛けて、要するにこのコウでの価値を高めたんですね、はい、はい。でもこれで見事に価値を読み切るというのは本当にすごいですね。すごいですね、はい、皆さんはもうラクダが愛用されているかかって単にしまって、そしてこのケイマ滑り、ぜひ皆さんも使ってみてください。ゆくだんありがとうございました、はい。なお今日の講座の内容は囲碁講座テキスト1月号に詳しく載っています。ぜひそちらもご覧ください。続いて詰碁のコーナーです。はい、はい、でもこれで見事に勝ちを読み切るというのは本当にすごいですね、 すごいですね、はい、皆さんはもうラクダが愛用されているかかって単にしまって、そしてこのケイマ滑り、ぜひ皆さんも使ってみてください。ゆくだんありがとうございました、はい、なお今日の講座の内容は囲碁講座テキスト1月号に詳しく載っています。ぜひそちらもご覧ください。続いて詰碁のコーナーです。今週の出題です。黒線白紙一手だけ、5分で初段の問題です。結城九段ヒントをお願いします。はい、口頭席に注意して中手で白を取ってください。回答の締め切りは1月16日水曜日、正解発表は1月27日のこの時間に行います。回答の送り先は郵便番号 150-8001 NHK 囲碁の時間係まで、たくさんのご応募お待ちしております。続いて前々回の回答です。12月23日出題、黒線白紙一手だけ、5分で初段の問題でした、はい、まあ、これは実はもう僕の実践で現れた形でなんですが、まあ、まず正解から言いますと、こう F の2とじっと出る手がいい手ですね。白の地を狭めていこうとしてるんですね、はい、で白がこう起きた時にここでこう急所に行きます。で白は受けるぐらいですから、こう打ちますとこれ白ここへ入れませんので、ね、一眼のシーンですね。読んで5の方に目を持つとどうなるんですか。読んでこう打つと、まあ、これはこっち切ってもいいしこっち切ってもいいし、はい、そこで真っ白2で目を持つのはやはりじっとこう出れば、これでここは欠け目なのでやはりシーンですね、はい。これは実戦は僕はここへつけてしまった、これで簡単に死にだと即断したんですね。これも筋良さそうな手に見えますが、はい、これもし白を受けてもらえばここで死になんですが、なんとここへ来られまして、これでここへ打つのはこれが効いて生きてしまいますので、取りと目つき目を取るのは見合いですね、はい、でこう出たんですが、ここへこう頑張られて、
こうなってこうなった時、これがちょうどいいとこにいてこうになってしまったんですね。あ、だから死んでるところはこうになったんで僕は失敗して間違えてしまったわけですよ。はい、はい、ということでこれ、ね、ちょっと落ち着いて、ね、考えればね分かったんですけど、やっぱ即断はいけませんね。これで落ち着いて部分的に見るとこれ大躍進なんですよ。これは、どういう形になるんですか。こう打ってこう打って今度は黒はここへ継ぎまして、白はこれ、はい、取る形下がこれ白は一回こう手がかかります、はい、でこう取り返すとこれ普通に考えるこれ点下角、ね、もうコウ座、そうです、はい、こんな大きなコウ座ですからね。二十、ね、何しかかかりますから、ところが、まあ、楽団ここへコウ座でした。はい、これはもうチェック団は喜んで取りますよね。23子ですか、はい、ここはこう取って、まあ、これねこう取っても、まあこう打ってこの石段は生きてるんですよね、はい、しかしなんとこの形でその螺旋学団は白は勝ちを読み切ったんですね。あ、この手を打つ時にわざわざ無勝負の手を捨てて、はい、はい、この23子を捨ててこの振り返り勝てると。あ、でもこれ地を数えるのも大変ですけども、はい、やはり早めの方なんですね。そうですね、はい、もう300手を超える碁でも1時間半ぐらいしか使わないという、はい、もう世界でもトップクラスの早打ちの方、はい、まあ、これちょっとだけ戻しますと、はい、まあ、攻め合いをやってる最中に、はい、突然ここへ出まして、はい、でまあ、何黒はこう受けたんですが、チェック弾はそう受けました、はい、これが実は敗着になって、まあ、ここへ打ってれば今度はコウ立てが小さいからこれも勝負は仕方なかったんですが、はい、こう打ったもんですか、こういうふうに細工をして、あ、もう、はい、ラクダを読み切ってらっしゃったんですね。部分的にはこれ損なんですが、ここまで打ってから今のコウは仕掛けて、要するにこのコウ当ての価値を高めたんですね、はい、はい、でもこれで見事に価値を読み切るというのは本当にすごいですね。すごいですね、はい、皆さんもあのラクダが愛用されているかかって単にあの しまって、そしてこのケイマ滑り、ぜひ皆さんも使ってみてください。リクダありがとうございました、はい、なお今日の講座の内容は囲碁講座テキスト1月号に詳しく載っています。ぜひそちらもご覧ください。続いて詰碁のコーナーです。今週の出題です。黒線白紙一手だけ5分で初段の問題です。ゆうき九段ヒントをお願いします。はい、コート席に注意して中手で白を取ってください。回答の締め切りは1月16日水曜日、正解発表は1月27日のこの時間に行います。回答の送り先は郵便番号 150-8001 NHK 囲碁の時間係まで、たくさんのご応募お待ちしております。続いて前々回の回答です。12月23日出題、黒線白紙一手だけ5分で初段の問題でした、はい、まあ、これは実はもう僕の実践で現れた形でなんですが、まあ、まず正解から言いますと、こう F の2字でこう延々と繰り返して止まらなくなって、これは無勝、参考無勝負という形で、そうです、見事です。3つコウがありますね、はい、でだからね、これは控え室にいる誰もがもうこれ無勝負ということで打ち直しだなと思ったのですが、はい、ただラクダンが、はい、こういう形、はい、この形ですね、はい、なんとここへ打たずに違う手を打ったね、こう打ったんですね。あ、わざわざこう繋いだんですか、はいはい、この手の部分的に見るとこれ大躍進なんですよ。これは、どういう形になるんですか、はい、こう打ってこう打って今度は黒はここへ継ぎまして、白はこれ、はい、取る形下がこれ白は一回こう手がかかります、はい、でこう取り返すとこれ普通に考えるこれ点下角、ね、もうコウ座、そうです、こんな大きなコウ座ですからね、二十、はい、ね、何しかかかりますから、ところが、まあ、楽団ここへコウ座でした。はい、これはもうチェック団は喜んで取りますよね。二十三子ですか、はい、ここはこう取って、まあ、これねこう取っても、まあこう打ってこの石段は生きてるんですよね、はい、しかしなんとこの形でその螺旋学団は白は勝ちを読み切ったんですね。あ、この手を打つ時にわざわざ無勝負の手を捨てて、はい、はい、この23子を捨ててこの振り返り勝てると。あ、でもこれ地を数えるのも大変ですけども、はい、やはり早めの方なんですね。はい、もう300手を超える碁でも1時間半ぐらいしか使わないという、あ、はい、もう世界でもトップクラスの早打ちの方、はい、まあ、これちょっとだけ戻しますと、はい、まあ、攻め合いをやってる最中に、はい、
突然声出まして、はい、でまあ何クロはこう受けたんですが、チークダウンそう受けました、はい、これが実は敗着になって、まあ、ここへ打ってれば今度はコウ立てが小さいからこれ無勝負は仕方なかったんですが、はい、こう打ったもんですか、こういうふうに細工をして、あ、もう、はい、ラクダを読み切ってらっしゃったんですね、はい、部分的にはこれ損なんですが、ここまで打ってから今のコウは仕掛けて、要するにこのコウ立ての価値を高めたんですね、はい、はい、でもこれで見事に勝ちを読み切るというのは本当にすごいですね、すごいですね、はい、皆さんもあのラクダが愛用されているかかって単にあのしまって、そしてこのケイマ滑り、ぜひ皆さんも使ってみてください。イークダンありがとうございました、はい、なお今日の講座の内容は囲碁講座テキスト1月号に詳しく載っています。ぜひそちらもご覧ください。続いて詰め碁のコーナーです。今週の出題です。黒線白し一手だけ、5分で初段の問題です。結城九段ヒントをお願いします。はい、口頭席に注意して中手で白を取ってください。回答の締め切りは1月16日水曜日、正解発表は1月27日のこの時間に行います。回答の送り先は郵便ですが、はい、あの結城九段は愛用している席はありますか？あの以前若い頃はね、あの僕は好きな加藤正夫先生の影響で、はい、高い中国流が得意だったね。あ、あのこの間あの低い中国流もちらっと言いましたが、はい、高い方の中国流ですね、はいはい、それでまあすごい攻めをね主体にした作戦で、はいはい、今でもそれを愛用されてるんですか？今ではちょっとね使ってないんですけど、でもあの名古屋の羽根安政九段はもうずっと以前から今に至るまで、はい、ずっと使い続けておられますけど、やはりその布石をずっと長く使い続けていくことで、はい、いろんな布石の発見とかも、まあそうですね、その加藤正夫先生はそういうタイプでしたね、はい、でもあのそうして一つの布石をいろいろ研究していくことによって、また今のみたいな新しい布石がどんどん生まれてくるんですね、うん、今日の講座の内容も楽しみです、それでは早速講座に参りましょう。今月のテーマは世界を制した布石、そして今週はラの桂馬滑りというテーマでお送りします。結城九段よろしくお願いします。はい、ラの桂馬滑り、はい、あのラというのは中国の螺旋閣段、はいはい、あの本当に世界戦でも優勝されているようなお強い方ですが、桂馬、はい、滑りというのはちょっと聞き慣れない。そうですね、その今までは打ってはいけないという場面で、そのね落胆がそれを打って見事いいちゃんほど九段を下して優勝しちゃったんですね。はい、うん、一体どんな桂馬滑りでしょうか、はい、教えていただけますか、うん、黒の立場での布石ですね、はい、まあ、この形はね、あの以前も講座でやったと思うんですが、たくさん見ました。はい、はい、ここでもしそう受けますと、声打つのがミニ中国流でね、はい、これもおすすめでしたね、はい、そこでまあ白がねこれを嫌うケースも結構多くて、あ、はい、そこでこう一間挟みね打つんですけど、これはまあ以前からある手なんですが、まあ、以前の感覚ですと、まあ、これ低くいっぱいに挟んでいくとこうやって手を抜けないというのが常識だったんですね。なんか攻められてますから、はい、黒何か対処しなければいけない、まあ、一例としてこう三三に入りまして、よくある一間バサミの、うん、ね、はい、これ白はこちらの係に回るとね、はい、まあ、これは一時よく流行ったんですが、まあ、これは白の注文でして、そこでそれがいつ頃からかこれにね手を抜くという、手を抜いてもいいということに、手を抜いても構わないという、はいはい、そこでこのね発締まりを先に行ってしまうという、はい、あの先週はこちらの高いでした、はいはい、今回この低い方なんですね、はい、そうですね、はい、これでね、まあ、こう手を抜いたので白はねこういうふうにとがめに引きたくなるんですが、これ